はい、では今回は3つの直線で作られる三角形の面積を求めてくださいという問題です。これはまあまず図は書いてみましょうか。3つの直線はもう現物が完全に与えられていて数値決まってて書けるわけですから、まあ図は書いてみ、まあ図だけ書いても求まることはなくて台数が絶対に必要になりますが、まあ計算用紙でまあ、y イコールの形にした方が書きやすいので x-3y イコールマイナス5っていうのは y イコール3分の 1x 足す3分の5から1本目の直線は、3分の5通ってるのか、どこだ、3分の5ってこんぐらい、3分の 1x 足す3分の5ですから、1、2は通るかな、x イコール1、y イコール2通ってますよね。で、この2点を通るっていうと大体それっぽい。3分の1ってことは、y が0になると x がマイナス5か。ずいぶんなんか下に降りるのゆっくりですけど、あ、ギリギリですね。こんな感じ。 x-3 はイコールマイナス5。で、4x 足す 3y がマイナス5。これこんな同じ値だったんでしたっけ。いいのか。どう、 4x 足す 3y イコールマイナス5から、y イコールマイナス3分の 4x引く3分の5、3分のばっかりかな、マイナス1マイナス2よりは上でマイナス3分の5で、マイナス3分の 4x 引く3分の5ですから、どんぐらいの位置にいると思えばいいんだ。整数解が1個ぐらい欲しいですよね。x がマイナス1の時 y が1になってればいいかな。ほんと？そうするとマイナス1の1通ったらこんなですよね。そしたらこの点通るってことはこんな感じ。で、なんか交点あるわけです。で、4x 足す 3y イコールマイナス5。あ、これは挨拶で、3本目が 2x 引く y イコール5で、これは、y イコール 2x 引く5ということはだいぶ下ですね。マイナス、マイナス3、マイナス4、マイナス5で、x イコール2分の5通ってるのかな。2分の5の0を通っていて、この直線はこんな感じで、ここに交点あって、ここにも交点あって、なんかどういう点なのかよくわかんないんですけど、2x 引く y イコール5 で、この3本で囲まれた三角形の面積を求めてくださいということですが、なんかいろいろと図が歪んでんなと思いますけど、とりあえず三頂点の座標を丁寧に求めに行きましょうかね。で、そっからどうなんでいいのかな、まあ、この3点の座標を求めようかなと思いますけど、名前つけましょうか。 x-3y イコールマイナス5と、y イコール3分の 1x 足す3分の5
を丸1としましょう。まあこうやっておくのは連立方程式作りやすいからであって、 4x+3y=-5 を、y イコール直しておくと -3/4x=3/5、 これ丸2とします。で、2x-y=5はと y=2x-5 であって、これを丸3としておきますと、とすると丸1と丸2の共有点は、交点は3/x+3/5=-3/4x-3/5より3/5x=-3/10だから x=-2かな、 x=-2であって、y=3/1×-2+3/5ですから y=1ですね。だからここはどれだ、ずいぶん歪んだな、-1の1通ってない気がする。なんか嘘な気がしてきた。 4x+3y=5 は -2の1を通ってるから、これ、ちょっとこれおかしい、書き直し、-3/5を通ってるのは間違いないですけど、-2の1通ってるはずなんですよね。ということで、こことここを通るように書き直すと、なんか交点もうちょっと上になりましたね。これが 4x+3y=5 であって、その交点が -2の1になってると。なんかさっきちょっと適当に判断したら間違えたみたいですが、で、で ② と ③ の交点を次求めましょうか。まあこれは本当に地道な作業で、しかもやってることは中学レベルだと思うかもしれませんが、まあこういうことは丁寧にやっていく。で、ベクトルの方法を知ってる人も、これはやらないと多分どうしようもない。参考点求まんなかったら、ちょっと厳しいと思うので、それは丁寧にやるということを、やっていただくしかないわけですけど、2=-3より、3/10x=3/10よって x=1 か。で y は 2x-5 だから -3 ですね。から、何色で書いたらいいんだ。さっき赤で書いちゃったけど、それは訂正のつもりで書いたんで、ここはだから -1ですよね。だ ここもさっき書かなかったけど -2の1です。で、もう一点あって、3/1の交点は、2x-5=3/1x+3/5より、これいくらだ、3/5x=3/20から x=4で、y は 2x-5 ですから y は3と。だからこの交点は4/3になってるはず。だいたいいいかな、ここ4でここ3のはず。だこの交点は4/3と。で、よって三角形の三頂点は、第の三角形の頂点が全部求まったことになります、座標で。とマイナス2の1と、1の-3と4の3で、これで囲まれてる三角形の面積を求めるって言った時に、どうやって求めるかというと、点に名前つけましょうか。これ ABC としておきましょうか。で、だから A っていうのがこれで、 B っていうのがこれで、 C っていうのがこれで、で三角形 ABC の面積を求めるわけですが、
ここで図形的考察、図形的考察でうまくいくかな、どうやって切るかっていうと、なんかどっかで切らないとうまくいかないわけですけど、実はここで切れるんですよね。ここで切って、ではここの点を D として、三角形 ABD と CBD とか言えばいいのかな、に分けて考えるわけですけど、この点 D が問題ですけど、実は、1,2 という点を通ってます。ここでさらに直線 AC、すなわち x-3y イコールマイナス5です。1本目ですね。線 AC すなわち x-3y イコールマイナス5は点 D っていうこと、勝手に名前つけますけど、それは1-2を通っているから、それは座標成分で確認できますよね。 x イコール 1y イコール2代入すると x-3y イコールマイナス5を満たしているので、と求める三角形の面積は三角形 ABC ですが、それが三角形 ABD 足すことの三角形 CBD というふうにかけて、これはから底辺を全部 BD に取れば、ここ長さ5であって、でここ高さ3なので、5×3×2/1 足すことの CBD の方も底辺は5で、高さがやっぱり3なんですよね。と足す 5×3×2/1 イコール15というふうに求まります。で、素朴な求め方としてはこれで終わりで、で別解としてベクトルの方法を使っても同じようなもので、ここまで交点の座、3交点の座標は求めておかなきゃいけなくて、AB っていうベクトルは3で4降りてるのか、3のマイナス4であって、 AC っていうベクトルは、AC 大きいな、6の2かから、三角形 ABC の面積は2/1倍の絶対値の ADQBC で、3×2引くことのマイナス 4×6 ですから、2/1 かける6+24で30ですから、15と同じ結論を得ます。ベクトル使ってもこの3交点求めるところまでが問題なので、その後から図形的考察からこの点 D みたいな整数の座標を持つ点、うまい点が見つかったから簡単にいきますが、そうじゃないときはベクトルの方法をちゃんと使えるんだったら頼る手もあります。じゃあいずれにしても3本の直線から交点を求めるところまでが別段楽にはならないので、その意味でこれは非常に愚直な方法でしたけども、で最後に強いて言うなら、この面積が15っぽくなってるかどうか、例えば1っていうのは11のところの面積だから、これが1とした時に、このオレンジで今塗った部分の15倍ぐらいに見えてますかっていうのを直感的には確認しておくといいかもしれませんけれども、これはあまり確かめ算もないので、この座標、三交点の座標を出すところまでの計算をくれぐれも慎重にやってくださいということにつきますね。